ちしておりました秋田県秋田市からです。遠いとこようこそおいでくださいました。秋田揚げもんあんぺいいなさいの皆さんです。どうぞ。もう北の方はよさこいといえばよさこいソーランだと思いますが、どうして皆さんは高知を選んでくれたんですか？今年結成19年目になるんですけども、それも前に原宿で開催されているところを見て、で高知のチームの踊り子さん見て、あ、これだったら打ち方できるかもって、ちょっとこうしなやかに踊ってみたいなって、当初まだ当時にその高知の歌が広まってなかったので、これはぜひ一番で認めたいと思いまして、高知の歌声をずっと続けております。遠い秋田で高知を広めてくださってありがとうございます。そして皆さんの衣装には秋田愛も詰まってるんですよね。はい、今回はですね、最近変わった新衣装とあと白い衣装の旧衣装というのがあるんですけども、新衣装が秋田市本店のメンバー、旧衣装は、東京都各地割り物の曲を踊っていただいたメンバーが集まってみんなで高知に行こうというふうに結成されたやつなんですけれども、秋田名物の、担当だったりあと秋田本堂秋田名物八文字はたはた小がるくゆりこーというそういう歌詞も載せたりして秋田満載になっております。高知の地でぜひ秋田も PR して帰ってください。秋田揚げもんあんぺいいなさいの皆さんです。よろしくお願いします。はい、会場の皆さんこんにちは。秋田県秋田市から参りましたバゲモンと申します。秋田バゲモンハンディーナタイと申します。もし今日秋田空港から土地に向かっていたとしたら、もしかしたら台風の影響で来れなかったかもしれない。皆さん昨日のうちに来てよかったねという感じなんですけれども、はい、秋田バゲモンハンディーナタイ非常に盛り上がる曲になっております。曲の途中でよいやよいやと令和令和という掛け声が出てきますので、ぜひ皆さん一緒に応援していただけると幸いでございます。最後までよろしくお願いいたします。はい、それでは秋田ワニモン安定な隊参ります。ほっ令和ワゲモン。さあさあ会場の皆様、まずは一緒に手拍子からお願いいたします。いよ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 フィットネスフィットネス、はい皆さんご一緒にフィットネスフィットネス、はいちょっとお腹に力を入れてフィットネスフィットネス、はいお客様ご一緒にフィットネスフィットネス、ありがとうございます。まずは一番盛り上がって参りましょう。時は平成の最後です。なぜか心の引き締まる新しい
ありがとうございました。秋田までのアンドの中にでした。秋田は